今月10日から16日の自殺予防週間に合わせ、市営地下鉄栄駅では今朝、ボランティアらが相談窓口の電話番号が書かれた絆創膏を駅の利用者に配りました。絆創膏に絆という字が使われていることから、心の傷が小さなうちに人の絆で手当てしたいという思いが込められています。悩みの種類によってさまざまな相談窓口が設けられています。辛い思いを抱えている方、ためらわずに相談してみてください。